古寺峠の名の通りの古寺だね。怪しい匂いがプンプンするぜ。でも気配がない。どこかに隠れているはず。当山に何かご用でしょうか。なんで坊さんか。ジュリアン君。ジュリアン君。私はジュアンと申しますが。ほら、メイが大好きなアイドルにそっくりなんだよ。アイドル？まったわけわかんねえ現代話だな。だーん、もう本当にそっくりなんだ。世が世ならアイドル間違いなしだよ。ひょっとしてジュリアン君のご先祖？はて。現代のことは一旦忘れろ。なあ坊さん、ここらで化け猫見なかったか？はて、なるほど、化け猫がこの山に。しかし見かけたことはありません。昨今変わったことは？はて、この峠を通る人たちが大勢行方不明になっているんです。一夜の宿を借りる者が訪れたりしますが、これといって何も。はあ。あなた方も今夜はここで夜を過ごされてはいかがでしょうか。夜の峠はいろいろと危険でございます。じゃあそうさせてもらうとするか。ではごゆるりと。化け猫は山のどこかに隠れているんだろうか。ここにいる。え、ここに？寺中妖怪の匂いだらけだ。じゃあジュリアン君も？いや、あの坊さんからは人間の匂いしかしねえ。とわもさっさと妖怪の匂いを嗅ぎ分けられるようになれ。っていうかジュリアンやめろ。なんだこれ。ジュリアン君の歌だ。あたしの趣味じゃねえな。いしししの。あ、お、で、化け猫はどうする？こっちが隙見せてやれば向こうから出てくるんじゃねえの。退治屋の基本だな。退治屋か。確かに早く私も慣れないと人助けはできないな。